えっと、数学は、やはりその、女の子にとってはなかなか難しい教科として捉えられがちかなというふうに思うんですけれども、まあ、私自身数学をこれまでずっと、あの、まあ、学んできて、そして教えてきて、やっぱり思うところっていうのは、あの、数学ってすごく、あの、考える、 どういうふうに、どういうふうなステップを踏んであの説明すれば相手に分かりやすく伝えられるかとか、あとはその大きなこの構造を捉えるっていう。 ことですね。その細かい具体的なところだけではなくて、その全体像を捉えるっていうところも、数学はすごく、あの、期待させてくれます。だから、そういうところっていうのは、あの、数学とか科学だけではなくて、社会科学の分野だったり、他の、あの、ことにもすごく役立つ力で、 で、将来、あの、直接数学を使わない仕事に就いたとしても、そういう考える力だったりだとか、あとは、その、大きな構造を捉えるだとか、何が起こっているのかっていう全体像を捉えるっていう、そういった力は、ま、必ず役立つというふうに思います。私自身、その、イギリスの大学院で教育のね、あの、勉強したときに、やっぱりその、それは社会学科学の一つの分野ですけれども、数学とは全然違うものだっていうふうに最初思いましたけれども、でもやっぱりその研究する上には、 する上では、数学ってすごく、あ役立ってるなっていうふうに、あの、もう率直に感じました。なので、必ずそういう時が来るだろうと、皆さんにもそういう時が来るだろうというふうに思います。なので、ぜひ、あの、数学、あの、ゆっくり考えながらでいいので、頑張って取り組んでもらいたいなというふうに思います。